誰かいる。思考のかけらを持ってる。それもたくさん。行くぞ。近くにいるのは分かってたんだ。てめえ奈落だな。ついに追い詰めたぜ。息の根止める前に聞かせてもらうぜ。てめえ一体俺に何の恨みがある。恨みかなぜ自分が憎まれているのか訳も分からぬでは死にきれんだろうな。楓かすっかり年老いたな。わしを知っておるのか。やはり貴様は鬼雲なのか。鬼雲、懐かしい名だ。この奈落は鬼雲ではない。だが50年前に鬼雲から確かに生み出された。鬼雲という男は愚劣なやつでの。群がる妖怪が一つとなり生まれたのがこの奈落よ。全てはてめえが仕込んだことじゃねえか。てめえが俺と桔梗を騙し俺たちを殺し合わせたんだろうが。桔梗も悟れなかった。死などを選ばずとも我が身可愛さに仕込んの玉にすがればよかったのだ。愚かな女よ。仕込んの玉は汚れていてこそ美しいというのに。望み通り汚れてやるぜ。お前の小汚い血を頭から引かぶってやな。